わけ。シアトルまで結構大変かも。そうなるかもね。考え直したっていいんだよ。うん。無理してほしくないだけ。エリー、一人では行かせない。分かった。バックパック取りに行く。東門に隠しておいた。そこから抜け出すんでしょ。そうか。じゃあ、ワンは、まあ、免疫を届けるっていう話だったけど、ツーに関しては完全に復讐なんだ。旅の目的が。マジか。しかも分からずに助けた相手にやられるっていうね。ねえ、何がいるの？取ってくるよ。自分で行く。そう、平気だよ。行こう。ここで待ってるね。ありがとう。うわあ、めっちゃしっかりしてる。一人には広すぎるだろ、ジョエル。二階かな？うわ、めっちゃ綺麗にしてる。なんかあれだな、ワンでずっとジョエル使ってたから思い入れもあるけど、ちょっとショックだね、あのシーンはね。トミーとの写真か。おお、剥製かな。いや、削ってるんだ、すげえ。いい趣味してたね。そしてギターか。ギターも手作りか。夕暮れの時の約束に嘘偽りはないと。ギターもいろいろ作ってたんだ。はあ、時計、遺品か何か。で、ズボンと、形見のリボルバーか。降りる前にまだチェックしたいことがね。あー、娘さんとこだね。これワンしてるとわかるけど、噛まれるのよね、感染して。最終的に撃たれるんだけどね。ジョエルのバッグと上着。
さすがに置いていくか、上着は。バッグもね。マリア、俺はシアトルに行く。割り切ることなんてできない。俺が奴らに裁きを下す。エリーが俺を追おうとするだろうが止めてくれ。銃と馬をあいつから取り上げて部屋に閉じ込めろ。肩がつくまで時間を稼いでくれ。愛しているよ、トミー。こんなことして死ぬだけよ。私を置いてったせいでね。最初から何人かで追いかけてりゃいいの。無理なものは無理なの。私を閉じ込める気？行かないでほしいけど。無理な相談だね。行かないでほしいけれど。どうせ行くんでしょ。あなたもなの？ええ。こっそり抜け出すつもりだった？うん。そう。歩いて。あなたの馬を出しておくように言っておいたわ。武器も持って行って。ありがとう、マリア。お願い、頼むから、バカな夫を無事に連れ帰ってちょうだい。さあ、ほら、行きなさい。暗くなる前に。さあ、シアトル1日目。舞台はシアトルか。男がジョエルの上に乗って頭を裂いて、しかもジョエルは銃も使えなくて。うわ、怖かった。あの時はとにかく無我夢中で駆け寄って銃手に取って頭打ってた。何歳の時？14。初めて人殺したのは何歳？感染者込みで。抜き。キノコ頭じゃない。意識がある人。10歳。マジ？なんで？ママに襲いかかったから刺したの。うわ。私より上。私最強でしょ。ねえ、もしかして迷子？ああ、迷子じゃないよ。だよね。ちょっとは信じてよ。あなたとジョエルが出会ったあのイカれた殺人鬼たちは、一度は追いかけてきたんだし、WLF と何か関係があるんじゃない？多分違うグループだと思う。じゃあボストンにある闇市の密輸業者は？ディーナ。ジョエルは敵が多かったし、考えたって無駄だよ。そっか。もっと情報を集めないと。ほう、じゃあやっぱ特定はできないんだね。そっか、できればこれをジョエルとジョエルとね。で、かつトミーが今追っかけてんでしょ。めっちゃ危険な状態には変わりないね。どっち？まっすぐでいいか。エリ、車。近づいてる。
周り見張ってて。シアトルか。そうだね、シアトル確か。なんか、いろいろ物資は残ってそうだけど。あっちかな。いや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 。ほらね。さっきのでっかい。ちゃんと道分かってたんだね。シアトルってワンの時来てたっけ？まあ、似たような見た目だからあれなんだけど。まあでもあれだよね。こう。パンデミック起きるとやっぱこうなってくるのかな。隔離地域？そう、見つからないようにね。さて、降りよう。銃弾が足りないね。7発は。いや、意外と物資ないか。これは？ゲートにたどり着いたらキーランという名の兵士を探せ。俺の使いだと役を渡せば、壁の中に入れてくれるはずだ。幸運を。キーランね。壁の上。意外と資料あるな。あ、第一、第二、第三、第四なんだ。あ、段階でこうなっていってるわけなんだ。一切ないね、いいものが。まあそりゃそうだわなって感じだよね、物資はね。意外とジャンプ力がね。ディーナ、手伝って。オッケー。これはどっちだ？落とす系か？向こうからゲート開けられるか見てきて。任せて。嫌だな。こんな感じなの？今回。バランス？ほっ。そっちなの？あ、そっちっぽいね。おお。やば。平気。死ぬ寸前だったけど。特に誰かいるってわけではないね。どこに隠れてるの？
いいやだね。ああ、そういう風にできるんだ。ゲートはそこなんだけど、今なんか落ちてた。まあそうなるよね。開けるために、お、これっていつ書かれたんだろう。メインゲート051パスワードかな。セレベナ基地、手がかりにはなるか。ああ、そんな感じで本当情報収集ひたすらしていくんだね。これ開けて、スイッチはさすがに入らないよね。なるほど、電気通せってこと。そしたらあと一つ、さすがに赤いやろ。どうしよっか。そしたら、いや瓶だね。それっぽいのある？いや、そうではない。どこだどこだ。あ、これか。の、ジェネレーターミッケ。ほい。ほい。で、オッケーと。んで、これで開くか。ほいほい。ディーナ、ねえ、大丈夫？今の音何？あそこのゲート開けた。次はこっち開けないと。うん、エリーならできる。どうも。奥かな。これかな。まあさすがに動かんわな。お、鍵ゲット。何の鍵だ。そうなると、あーはあ、コード持ってくればいいのか。はい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 。そうなると、ほいっと。いやー、よくできてるわ。
ギリギリ。意外と余裕がないんだね。なんだったっけ ?0513 だっけ。0512。1、2。やった。さすが。やば。ほら、エリー。もう行かなきゃ。かなり大きい音したし。ま、それは急ぐべきだね。あの鍵は何に使うんだろうね。関係ないか、さすがに。ゲートか。ちょっとあれ見て。セレベナホテル。あそこだね。それじゃあ、これの向こうに行く方法。略してビッコラゲート。それじゃ行くよ。ビッコラゲートね。なんか足りないね。燃料不足、最悪。ね、じゃあどうする。あ、そうだ、メモ。裁判所にあるガレージとドームに燃料があるってメモに書いてある。なるほど、裁判所とドームね。それじゃどうやってそこ探そっか。馬で走り回って探すしかなさそう。トミー、ここ通ったかな。多分ね。じゃあ結構遠回りする感じかな今回は。じゃあディーナと意外と長い旅になりそうだね。開かないよね。ほいっと。それじゃあ、うわー、めっちゃ広。本当？本当に？わ、すげえな。これは広い。